はいどうも、岡様です。今日はですね、ボス行きたいと思います。この間のこっち、せやね、桃原、うこんが丘と来たんで、この下行って、マカッツミのボスね。まあこのボス、おそらく中ボスだと思うんで、そんなに強くないと思うけど、とりあえず倒してみます。どこだ、マカッツミ。行ってみます。で、ここ倒したらね、ロックがいろいろ解けると思うんで、ボス倒すたびにキャラのクラスとかが解放されていってるから、もしかしたら何か出るかもしれません。まあ大ボス倒した後なんで、あんまり期待はしないでいきましょう。そうですね、反対側だとロックになったんですけど、はまだないですけど、もうハートだ。1000ぐらい回復しますね。なんで、敵と戦ってない場合の回復にはすごくいいです。はい。で、開いて。弱かったね。で、こっちを解放されると、ここはどこになるのか、こっちから来たとこか。
キューブみたいな感じで動いてます。なんでログインするたびに確認してもらいたいですね。これで終わりかな。はい、とりあえずね、さっきの中ボスを倒したということで今回は終わります。また見てください。それでは。